皆さんこんにちは、プッティモンキーレンチの時間です。これまでシェイプレイヤー、平面レイヤー、テキストレイヤーと様々なレイヤーの種類を見てきましたが、アフターエフェクツには他にもレイヤーが存在します。今回はヌルオブジェクトレイヤーと調整レイヤーの2つのレイヤーと、ヌルを扱う上で重要になる親子関係について紹介します。ヌルオブジェクトレイヤーは動きの補助や複数のレイヤーを一括で管理することを得意とし、調整レイヤーはエフェクトの一括管理を得意とします。それぞれ管理することが得意なレイヤーです。非常によく使われるものなので、ぜひ習得したい機能となります。今回は特に何かを作るわけではないので作業が発生しませんが、コンポを開いて一緒に見ていてもらえればより理解が深まると思います。では早速行ってみましょう。ヌルオブジェクトレイヤーは名前が長いのでヌルと省略して呼びます。ヌルの作成方法はタイムラインパネルで右クリックして新規からヌルオブジェクトを選択します。ショートカットはコントロール、シフト、オルト、Y です。ヌルは他のレイヤーと同様にトランスフォームを持っていて、位置を動かしたり回転させたりすることが可能なレイヤーです。このように画面上では見えて編集もできるのですが、レンダリングした際は表示されないという特徴を持ちます。じゃあ何に使うの?となるわけですが、主に他のレイヤーをコントロールしたり動きを補助する用途で使えます。その他複数のレイヤーを一括で管理するときなどによく使われます。では複数のレイヤーを一括で移動させて位置を移動させたいとなったケースを見ていきます。まずヌルを使用しなかった場合に起きる問題点を見ていきましょう。あらかじめ用意した複数のシェイプレイヤーがあります。それぞれにアニメーションをつけています。これらのシェイプレイヤーの位置をまとめて動かしたいとなった時に、すべてのシェイプレイヤーを選択すれば移動させることができますが、トランスフォームの位置にキーフレームを打ってアニメーションさせていると、動かした時点で新しくキーフレームが作られるので元のアニメーションが変更されてしまいます。解決策としてはアンカーポイントを動かすことでアニメーションを保持したまま移動することもできるのですが、これだと回転やスケールといったアンカーポイントの位置が重要なアニメーションの場合などに問題があります。他の方法も見てみましょう。すべてのキーフレームを選択して、さらにキーフレームが設定されている時間に現在の時間インジケーターを合わせて移動すると、アニメーションを保持したまま移動させることができます。移動した後もアニメーションは破綻せずに動いてくれます。移動だけであればこの2つの方法でも問題なく動かすことができますが、例えば回転やスケールといったトランスフォームも動かしたいなとなった場合には対応できません。理由としてはそれぞれのシェイプにアンカーポイントが存在するからです。全体を一括でスケールをかけたいとなっても、それぞれのアンカーポイントを起点にスケールがかかってしまいます。他にも画面の中心を起点にシェイプレイヤーを一括で回転させたいとなった時にも、それぞれにアンカーポイントがあるため意図しない回転になります。あとは単純に複数のレイヤーを選択して動かすのが面倒だったり、動かすレイヤーが多くなるほどそれだけミスにもつながってしまいます。こういった複数のレイヤーを一括でコントロールしたいとなった時に便利なのがヌルとなります。ヌルの動きに他のシェイプレイヤーが従うように親子関係を設定してあげます。親子関係とは、親に設定されたレイヤーの動きに従って子に設定したレイヤーが動くといったイメージです。今回の場合ですと、ヌルが親で他のシェイプレイヤーを子とします。親子の設定方法を見ていきましょう。まず子に設定するレイヤーを選択します。その後レイヤーの右にある渦巻きマークのアイコンを見てください。このアイコンはピックビップという名前で、親子付けやエクスプレッションなどで使用する機能です。
このアイコンが表示されていないという方は、レイヤーの上にある列のレイヤー名やモード、アイコンなどが並んでいる箇所で右クリックをして、列を表示から親とリンクをクリックして表示させてください。ここに設定するレイヤーを選択できたら、アイコンを掴んで親にしたいヌルにドラッグします。すると、ここに設定したシェイプレイヤーの親とリンクの欄に、親に設定したヌル1という名前が表示されました。これでシェイプレイヤーがヌルの子供になったことを表しています。では、ヌルを動かしてみましょう。親となるヌルの動きに従ってシェイプレイヤーがついてきます。移動させても元のアニメーションには影響がありません。さらにヌルを親に設定していると、ヌルが起点となって動くので、回転やスケールといったアニメーションとの相性もいいと言えます。様々な場面で役立つ機能となっているので、ぜひ活用していきましょう。ヌルと親子関係という機能を使うことで便利なことが分かりました。では、親子関係を解除する方法も見てみましょう。手っ取り早いのはヌルを削除することです。これで親を失ったので親子関係は解除されます。他にも全ての親子関係を解除する必要はない時などは、コントロールを押しながらピックウィップをクリックすることでも関係を切ることができます。複数選択した状態でも可能です。親子関係を解除する際の注意点は、解除した際の現在の時間のトランスフォーム位置や回転の値を検証するという点です。ヌルで移動させていた場合に、親子の関係を解除した後も、ヌルで動かした位置を受け継ぎます。解除する際には、現在の時間やプロパティの値に注意して行いましょう。ざっくりではありますが、ヌルオブジェクトレイヤーについては以上です。では次、調整レイヤーについて解説します。調整レイヤーとは、調整レイヤーに適用したエフェクトを調整レイヤーより下の階層にあるレイヤーに反映させる効果を持ちます。つまり、エフェクトをまとめて適用させたい場合などに便利な機能になります。主に最後の色調整やトランジション効果などによく使用されているイメージです。実際にやってみましょう。調整レイヤーの作成方法は、タイムラインで右クリックを押して、新規から調整レイヤーをクリックです。もしくはショートカットキーでコントロール、オルト、Y です。では調整レイヤーにエフェクトを適用してみましょう。今回は塗りを適用します。すると調整レイヤーの下の階層にあるレイヤーすべてにエフェクトの効果が乗り、色が赤色に変更されました。調整レイヤーよりも下の階層にあるレイヤーに効果が反映されるので、例えば調整レイヤーの階層を変更すると、調整レイヤーより上にあるレイヤーにはエフェクトが反映されなくなります。他にも調整レイヤーはレイヤーの範囲内でのみ効果が反映されるので、調整レイヤーを動かしたりスケールでサイズを変更すると、範囲外となった箇所はエフェクトが反映されません。調整レイヤーを使わなくても全てのレイヤーに対してエフェクトを適用してもいいのですが、その場合は修正が入って色を変更したいとなった場合などに、それぞれのレイヤーに適用されたエフェクトを調整しなければいけません。調整レイヤーで管理できるのであれば、修正があったとしても調整レイヤー一つの修正作業で済みます。状況に合わせて使用しましょう。今回は以上となります。いかがだったでしょうか？ヌルオブジェクトレイヤーや調整レイヤーは非常に便利なレイヤーでよく使うことになる機能です。それぞれの特徴を理解して活用できれば効率よく作業を進めることができるので積極的に使っていきましょう。ではまたお会いしましょう。さようなら。